空から見る世界のスタジアム収容人数ランキングトップ10。第10位、ブライアント・デニースタジアム。ブライアント・デニースタジアムはアラバマ州タスカルーサにあるアラバマ大学のアメリカンフットボールスタジアムです。収容人数は10万77人ですが、2010年の拡張工事後の収容人数は10万1821人と最大でした。1929年開場当時の収容人数は1万2000人でしたが、その後9度の拡張工事を経て現在の収容人数になりました。スタジアムの名前は1912年から32年まで学長を務めたジョージ・ H ・デニーに由来しています。第9位、ダレル・ケイ・ロイヤル・メモリアル・スタジアム。ダレル・ケイ・ロイヤル・メモリアル・スタジアムはテキサス州オースティンにあるテキサス大学オースティン校のアメリカンフットボールスタジアムです。収容人数は10万119人ですが、2022年に10万5204人を収容しました。1924年からテキサス大学オースティン校のアメフトチームであるロングホーンズフットボールチームの本拠地として使用されています。1924年の完成当時にはアメリカ南西部最大のスポーツ施設と称され、2万7000人を収容しました。第8位、ネイランドスタジアム。ネイランドスタジアムはテネシー州ノックスビルにあるテネシー大学のアメリカンフットボールスタジアムです。スタジアムの収容人数は10万4079人ですが、2004年に10万9061人を収容しました。1921年にスタジアムは開場し、16回の拡張工事を経て一時は10万4079人の収容人数に達しましたが、その後の改築により収容人数が減少しました。スタジアムは主にアメフトチームのテネシーボランティアーズの本拠地として使用されています。第7位、タイガースタジアム。タイガースタジアムはルイジアナ州バトンルージュにあるルイジアナ州立大学のアメリカンフットボールスタジアムです。収容人数は10万2321人で、過去に収容人数以上の来場者数が記録されたことはありません。スタジアムが開場した1924年の収容人数は1万2000人でしたが、7度の改修改築を経て現在の収容人数になりました。タイガースタジアムは主にルイジアナ州立大学のアメフトチームである LSU タイガースのホームスタジアムとして使用されています。第6位、カイルフィールド。カイルフィールドはテキサス州カレッジステーションにあるテキサス A&M 大学のアメリカンフットボールスタジアムです。収容人数は10万2733人ですが、2014年に11万633人を収容しました。1904年にスタジアムの前身である運動場が同じ場所に作られ、1906年に非公式でしたがカイルフィールドの名前が付けられました。スタジアムは1927年に開場し、1956年にスタジアム名が正式にカイルフィールドと命名されました。第5位、オハイオスタジアム。オハイオスタジアムはオハイオ州コロンバスにあるオハイオ州立大学のアメリカンフットボールスタジアムです。現在の収容人数は10万2780人ですが、2017年にラグジュアリースイートが増築される前の収容人数は10万4944人でした。2016年に11万45人の最大収容人数を記録しました。スタジアムは主にアメフトチームのオハイオ州立大学バッキーズのホームスタジアムとして使用されています。またスタジアムは陸上競技やコンサート会場としても使用されています。第4位、ビーバースタジアム。ビーバースタジアムはペンシルベニア州立大学ユニバーシティパークにあるアメリカンフットボールスタジアムです。収容人数は10万6572人ですが、
2018年には11万889人を収容しました。スタジアムの名前は1887年から91年までペンシルベニア州知事を務めたジェームズ・エギーバーに由来しています。1960年からペンシルベニア州立大学のアメフトチームであるニッタニー・ライオンズの本拠地として使用されています。2016年には USA トゥデイによる調査でカレッジフットボール界のナンバーワンスタジアムに選ばれました。第3位、ミシガンスタジアム。ミシガンスタジアムはミシガン州アナーバーにあるミシガン大学のアメリカンフットボールスタジアムです。公式の収容人数は10万7601人ですが、2013年には11万5109人の観客を収容しました。建設当時の収容人数は7万2000人でしたが、観客席が追加され現在の収容人数に至りました。1980年代半ばまでにはザ・ビッグハウスの愛称で親しまれるようになりました。第2位、ルンナドメイデイスタジアム。ルンナドメイデイスタジアムは北朝鮮の平壌にあるスタジアムです。収容人数は11万4000人で世界で2番目の収容人数を誇ります。1989年5月1日に開場し、同年7月1日から8日にかけて第13回世界青少年学生祭典が行われました。スタジアムは現在サッカーの試合や陸上競技アリラン祭のマスゲームに使用されています。スタジアムの屋根は16本のアーチがリング状に並んでおり、木蓮の花を模しています。第1位、ナレンドラモディスタジアム。ナレンドラモディスタジアムはインドのグジャラート州にあるクリケット専用スタジアムです。13万2000人を収容可能で、世界最大の収容可能人数を誇るスタジアムです。1983年に開場し、2015年から2020年にかけて解体再建築されました。2021年にスタジアムのあるグジャラートクリケット協会はスタジアムの名称を、同協会の代表を2009年から2014年まで務めた現在のインド首相であるナンドレラモディにちなんで命名しました。2023年にはクリケットワールドカップの決勝戦が行われました。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。